バーストシャーストラに基づいた標準的な床構造、バーストシャーストラは古代インドで成立した思想、学問。古代インド発祥のものとしては、ヨーガが主に心身の調整、統一を図る修行法、アーユルベーダが医学、健康法として知られているが、バーストシャーストラは現代の建築環境工学、都市工学などに相当する分野である。インドでは、 住居や寺院の立地、間取り、インテリアの配置などを決定するため伝統的に用いられてきた。いわゆる北枕の否定といった日常の行動についてもルールがある。欧米諸国や日本においては単にバースト、バスト、ワースト、あるいは日本ではインド風水と称される場合も多い。バーストとはサンスクリット語で競技には建築物や 住居を意味し、講義には、生命力や環境などをも包含した概念を指す。気の流れと調和しようとする点で、中国の風水思想と近いが、立地や建物の間取りの方位など、実践面で大きな違いがある。シャーストラは、思想、学問を意味する。アンコールワット中国の風水より、歴史は長く、その起源ではないかとの見方もあるが、はっきりとはしていない。 紀元前2500年頃から繁栄したインダス、文明最大級の都市遺跡もンジョダロや、インド文化の影響を強く受けていた、カンボジアのアンコールワットといった、世界遺産も、バーストシャストラの原則に沿っている。原点はベーダであるが、バーストシャストラ自体は、ベーダの成立以前から広く用いられていた。これは、古い時代から交渉されてきたものが、後の時代に、 ベーダとして変算されたからである。五輪島、バーストシャストラの思想によると、自然は地、水、火、風、空という五つの要素で構成され、自然状態ではそれらのバランスが取れているとされる。他方、人工的なものは、そのバランスが崩され副作用を起こすため、バーストシャストラでバランスを取る必要があると考えられている。この五つの要素は直接、大地、水、 炎、空気、空と関係するだけでなく、以下のエネルギーにも相当する。自然界や人工物同様、人間の体や気分、そして出来事も、これらの組み合わせでできているとされ、5つのエネルギーとして表現される。例えば、体温は火のエネルギー、物流は風のエネルギーとして表される。また、憂鬱は火のエネルギーの増大として、冷静さは、 地のエネルギーの安定性として落ち着きのなさは風のエネルギーの性質として表現される。五大要素の調和、バランスによって性の調和は良いエネルギーを、不調和は悪いエネルギーをもたらすとされる。バーストシャーストラでは直接人間に影響を及ぼす土地や家の古代のバランスを扱う。バーストシャーストラに基づいて描かれたマンダラズゾインド本国においては 近代以降、ヒンドゥー人建築などに細々と伝えられるのみで、衰退していたが、近年の欧米諸国での注目が逆輸入される、形で再び流星してきている。2008年には、世界有数の大富豪と言われる、リライアンスグループのケシュ・アンバニ会長が、バーストシャストラに基づいた、総工費、約2000億円とも言われる自宅を建設している、ことでも話題になった。 インド工科大学、カラグプル校は、2017年時点で、カリキュラムに、バーストシャーストラを取り入れる計画を立てていた。マイケル・マストローは、ビートルズのグルだった、超越瞑想の創始者、マハリシ・マヘイシュ・ヨーギーに出会い、彼に紹介されたバーストシャーストラの詩に学び、彼の依頼で、バーストシャーストラを使った建物をアメリカとインドに建て、マイクロソフトの建物にも利用し、 以降、マハリシ・マヘイシュヨーギーの世界中のスピリチュアルセンター、ボーイング、インテル、オラクル等の建築にも使ったと語っている。ただし、ヒンディー語など近代インド諸語における一般的用法としては、西洋近代的な建築学を単に指す場合が多く、等項目で説明している伝統思想のことを現地で必ずしも意味するわけではない点には注意が必要である。 ザワールズファーストビリオンダラホームベフォーブス二千八年四月三十日付けハットナウ IIT カーラグパーアーキテクチャー・スチューデンツウィルビーイートとバストショストラ二千十七年四月十七日付けハットアメリカンズアドプトバストウェイツ・クリエイトストレスフリーインバイレンメンツボイスオブアメリカ二千九年十一月一日付けハットアートオブリビングファンデーションホースツバスト エキスパートマイケル・マストロー・イン・ヒューストン・インド、アメリカニュース2012年2月16日付、ウィキメディア・コモンズには、バースト・シャストラに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。